先週土曜日、オホーツク海に面する北海道湧別町で撮影された映像。ヒレのような前足を持つ生き物が道路の真ん中で鳴き声を上げています。遭遇した男性は、道路の真ん中に何かこううずくまってるような動物がいて、最初は鹿かなと思ったんですけど、近づいて動物が顔を上げたら、こうアザラシのようなトドのような、いやびっくりしましたね。なかなかそんなことは今まで一回もなかったんで。小樽水族館によると、トドではないかということです。その後、警察などが駆けつけ網に誘導。そしてトラックに乗せ、海とつながっている湖に逃がすと、氷が漂う水の中へ入っていきました。なぜ海にいるはずのトドが道路にいたのでしょうか。小樽水族館によると、冬になりオホーツク海から北海道へ南下してきた際に迷い込んでしまったのではないかということです。